はい、こんにちは、ケイポンです。前回はクレーンを作ってこの地上の雰囲気作りをしました。今回はまた採掘場作りになります。今までの採掘場はあそこの一番下にありますマイナス54の高さにしか作っていませんでした。なので取れるものはディープスレートなので、結構ね、普通の石があまり取れないんですよね。まあ正直ここを露天掘りした時の石が結構溜まってるんですが、今後必要になった時に取れるようにね、 Y16 付近にももう一本ブランチマイニング場を作っていきます。まあ鉄不足にもなってるのでね、 Y16 だと鉄がいっぱい取れますからちょうどいいです。将来的にはマイナス16とか、あとは0付近にも作って様々な鉱石に対応できるようにしていきたいですね。それではやっていきましょう。で、今日は座標を表示させていきます。今座標がね、高さ93なので、まずは Y16 まで下がっていきましょう。まあこうやってね、螺旋階段作ったのはいいんですが、まあ、実際のところあまり使いません。なので Y16 に簡単に降りられるエレベーターとかも作っておいた方がいいですよね、こうなると。では Y15 付近までやってこれました。なのでこの高さがほとんど鉄が取れる Y16 の高さと同等になってくるので、まあ、この辺りのどこかに穴を開けてブランチマイニング場をまた作っていきましょう。まあ、どうせ作るならあの滝の裏側あたりがいいですね。なので滝の裏側までまずは足場を作っていきます。ではどのようにして作っていこうかな。まあ、この辺りから向こう側まで足場を作って、この壁をね、縫ってあそこまで歩いていけるようにしましょう。まあ、なのでひとまずこの辺のトラップドアを取っ払って、まずは一本ね、道を作っていきましょう。ではちょうど滝の目の前まで来ましたので、まあ、これをこうやって3マスの太さの通路にしていきましょうか。まあなのでこんな感じかな。よし、 OK。 では今度はこの頭皮の丸太をこのようにね、縁に置いていきましょう。でどうしてもこの端っこはね、この年輪が見えてしまうので、この普通の木に置き換えて、このようにね、年輪が見えないようにね、工夫してやっていきます。ちょっとここは丸みを出したいので、やっぱりここは削ってですね、端っこをこのようにね、普通の木にしていきます。まあ、そしてこれで皮を剥いて、まあ、こちら側と合わせて作っていきましょう。まあ、とりあえずこれで行き来できるようにはなったので、まあ、ちょうどこの辺りからね、また穴を掘っていきましょう。ちょっとシルクタッチのツルハシにしようか、せっかくだから。ひとまずここに幅15マスの通路を作っていこうと思います。また結構でかいな。またでかいと色々としんどくなってくるんだけどね。ただそういえばですね、 Y16 に作る予定だったんですが、15でこのまま来ちゃいましたね。まあ Y15 でもほとんど変わらないので、まあ、このまま掘っていきましょう。ではまずはこの端っこから奥に掘っていきます。まあ、どれくらい、まあ、中まで進もうか。この X 座標を見ながらね、数えていきましょう。まあ、大体今がマイナス2500なので、まあ、200マス奥に進むとして、マイナス2700までね、掘っていきましょう。また大変な作業になるぞ、これは。まあ、こうやって掘ってるうちにね、スポナーとか見っかったら嬉しいんだけどね。スポナーじゃないものが見っかったよ。ディープダークですね。おっとおっとと。あんまり嬉しくないものが見っかっちゃった。センサーの音はしてますが、手裏剣はないみたいなんで、まあ、前みたいにね、まあ、ウォーデンとの戯れはないですね。ウォーデンとの戯れがないのが少し残念です。そこ残念があるな。せっかくまともなブランチマイニング場が作れるのに手裏剣がないのは安心するような、少し残念なような、もう恒例行事となってますね。しかしディープダークが結構この浅いところに生成されるって、まあ、そんななんかディープ感ないよな。せめてディープスレートの層にね、生成されてほしいもんですけどね。では2700まで来たので、今度は右側に、-3241 ですから、-3255 まで掘っていきます。そしてまた引き返すように掘っていけば、またあちら側の出口に出るはずですね。いや、しかし、前のブランチマイニング場と違ってディープスレートじゃないんで、めちゃくちゃ掘りやすい。ちょっと待てよ。ケイポン、ちょっと待てよ。もしかしたらこの幅やめるかも。ちょっとこの幅やめますわ。もうちょっと狭い幅で作っていきましょう。まあ、ここが真ん中ですから、まあ幅で言う
を並ますぐらいの行動にしたいので、まあ、壁とか含めて9マスで掘っていきましょう。やっぱりでちょっと幅が変わったので、まあその幅のね、まあ、こうやってマス数をちゃんと掘っておきましょう。まあ、高さは同じでいいかな。高さ4マスで。まあもしかしたら5マスぐらいにするかもな。5マスにしとこうかな。ではこの幅で行動を広げていきましょう。なので、ちょっとこの端っこの方とかをね、一回埋めなきゃいけないかも。埋めるか。やるしかないよね。まあせっかく掘ったんで、これ見えてる鉱石は、いただいていきましょう。では、このように掘りました。まあ結局幅は9マスですが、まあ壁も考えるので、おそらくもっと狭くなるでしょう。で、途中のこのディープダークなんですが、このスカルクのブロックを全部取っちゃいましょう。このスカルクはね、クワで素早く採取することができます。まあ採取したところでって感じなんですけど、まあ一応このシルクタッチ以外のものって叩けば経験値が出ますので、まあ何かしらに使えるだろうなと思いますので、取っときます。次はですね、ここのサイドの床をまた掘っていきます。そしてここのね、床掘ったところにですね、この水バケツで水を置いていきます。で、向こう側掘ったら今度は反対側もね、同じように掘っていきます。そしたらこうやって水を置いてきますが、端に置いたら1個開けておきます。そうするとこの真ん中が水源になるので、ここからすくって、また4マス目に置いて、隣からすくって、でこんな感じでね、水源を作っていきます。また地味な作業だ。これで地味作業を繰り返してね、こうやって出来上がるわけなんでね。ここは。まあ、水の音ね。このパッシャパッシャね。だんだん嫌になってくるけどね。これ聞き慣れると。マジこんな感じでバケツでバシャバシャやって水が増えるんだったら、本当にもう、水道代いらないわ。初めてこの水源のルールがわかんなかった。あ、でも、むやみにバシャバシャしてればどうにでもなっちゃうよね。割と。ちゃんとそういう解説動画とかあってもいいかもしんないけど、今更のみたいな感じで。では水を張り終えたので、今度はストーンカッターでいろいろ作っていきます。まずは、普通の石からこの石レンガにしまして、この石レンガをですね、苔付きの石レンガに変えていきます。これですね。なので、普通の石レンガと、この苔付きの石レンガ両方作ります。あとは丸石の方も、この苔付きにしていくので、まあ、今日はこの3種類を使っていきます。ですが、この3種類はすべて階段にするので、このストーンカッターで階段にしておきましょう。そしたら基本はこの普通の石レンガを使いまして、ところどころ、この苔の生えた石レンガやら、あとはこの丸石にしていきます。まあ、こんな感じの道になりますね。置くとこの階段の隙間に水が残るので、まあ、小さい水路みたいな感じの見た目になっていきます。あとはここなんですが、まあ、この洞窟の穴をそのまま利用しまして、ここは水が流れてる感じにしましょう。でちょっと深すぎるんで、少し埋めて、まあ、水を張りやすく、まずはしていきましょうか。では、だいたいここはできてるので、水を張っていきましょう。ここの露天堀に来てからはですね、掘るか水を張るかみたいな、まあ、そんな作業ばっかりです。まあ、あとはあれか。大地を作るのにひたすら草ブロックを置く作業かな。まあ、ここの露天堀の次の町も結構作業場になるんですけども、露天堀もね、ひたすらこういう単純作業を繰り返してできた、かなり納金な拠点になってますよね。ここの水と同じ高さまで水をね、張っていきたいので、まあ、もう2段ね、やっていきましょう。よし、水張れましたね。そしたらここは決壊させておきますか。じゃあここ真ん中は橋にしていきたいので、まあ、シンプルにね、まあ、この焚き火をこうやって消したものを使っていきましょう。うん、やっぱここはやめましょう。ここに線路を通したいので、もうちょっとフラットな橋をかけていきましょう。まあ、こんな感じですかね。こうやって、ハーフブロックで同じ高さで、足をかけて敷いていきます。そして、ここにアーチをかけていきたいので、まあ、
こんな感じで、フルブロックの状態でアーチをかけてみますか。そしてここはこんな感じで階段を置いて、ここ上も階段でいいですね。そして最後はハーフブロック。うん、これでいきましょう。そして内側もハーフかな。これでだいぶ綺麗なアーチになっているんじゃないでしょうか。うん、これでいきましょう。あ、ここも似たような感じですね。ただし、ここは、こっちみたいに洞窟があるわけじゃないので、まあ、割と小さめな感じのアーチにしていきましょう。こうでいいかな。うん。あんまりやりすぎない方がいいな、ここは。そしてこの先にもこうやって水が流れていってるので、鉄格子で、まあ、こうやって塞いでおきましょう。これでだいぶ雰囲気が出るんじゃないかなと思いますね。まあ、これで途中の水路は完成です。そして次にやっていくことは、このエンドロットを使っていきましょう。まあ、これはね、絶妙に蛍光灯感があるので、このね、蛍光灯をこの天井に取り付けていく感じになりますね。まあ、最近は LED とかになっちゃいましたけど、まあ、これでも蛍光灯みたいなのつければ、まあ、多少現代感が出るかなと。思いますね。まあ、こんな感じでレバーを使ってやる、まあ、割とよく見るスタイルのやつです。明るさレベルはこの松明よりも一つ大きいので、まあ、二つ使ってね、まあ、かなり湧き潰しにも効果があるでしょう。でこれをですね、まあ、少し間を空けてやっていきたいんですが、まあ、15マス置きぐらいにやっていきましょう。皆さんはどうですか？この蛍光灯の色、あの白いのとオレンジ色のやつどっちが好き？自分的にはね、白いやつよりね、ちょっとあのオレンジ色っぽいあったかいやつの方が好きなんですよね。集中しているときは白、リラックスしているときは暖色。なるほどなるほど、まあ、確かに文字とか読むときは白くて明るい方が見やすいかもしれないね。ちょっとやや暗いけど大丈夫だよね。うん、大丈夫大丈夫。よし、あとは天井の装飾をね、さらにやっていきます。この今作った照明の横にハーフブロックをね、こうやって敷いていきましょう。で、これもところどころ、こうやってね、普通の石ブロックに変えたりして、まあこうやって色を出すというか、まあ、のっぺり感が出ないようにね、こういったものを織り交ぜて作っていきます。ちょっと先に床の湧き潰しをやりましょう。もう湧いてしまってしょうがないんで。まあ、ここの床をですね、恒例の逆置き階段に変えていきましょう。なのでまたホリホリですね。ケイバさん、階段逆置きで、湧き潰しを発見してくれたおかげで離れられません。まあ、俺が発見したわけじゃないんですけど、コメント欄の人に教えてもらったんですよ。で、最初は信じられなくてめちゃくちゃ検証したんですよね。そしたら本当に湧かないっていう風になったんで、あの時はめちゃくちゃコメ欄の人を疑いました。まあ、ひとまず、普通の石の階段でこうやって置いていきますか。ん？さようなら。あー、さようなら。お前はいいよなー。そうやって溺れてもドラウンドになるだけで済むんだから。うん、これで、スケルトンとか、ゾンビ以外も、スライムとかも湧かなくなったんで、奥の方もそういう風にやっていきたいんですけど、まあ、これだとどうしてものっぺりしてるんで、やっぱりここもね、ところどころ石レンガに変えたりして、まあ、人の手がね、多少入ってるけど、まあ、そこまで行き届いてないというか、多少老朽化してる感じを出していきたいですよね。ショッピングモールの床とかだったらね、もうピカピカかもしんないけど、ここは採掘場なんでね、多少この汚い感じを出していきたいですよね。うん、意外と規則的になっちゃってるな。そしてところどころ、普通のこの向きで階段を置いたりとかして、まあ、デコボコ感を出したりとかしても面白いです。そしてさらにこの丸石でも、まあ、装飾をしていきますが、丸石は結構ね、主張が激しいので、まあ、ちょっと控えめに置いていきましょう。なんだろうな。ダメージジーンズの美に近いよな。こういう装飾は。まあこんな感じですかね。まああとは、この水の近くは苔がね、まあ、浸食してる感じにしたいので、まあ、さっきここを作った時に余ってるものを、また再度使っていきましょう。だからこの水にね、寄ってるところはこんな感じで、多少苔が生えてるっていうイメージです。
だいたいこんな感じでいいでしょう。雰囲気が出てきましたね。はい、では床と、まあ、先ほどの天井のここの部分をやりました。で、次はね、天井の形をまたこのアーチみたいにしていきたいので、まあ、この作業をやっていきましょう。この手前が階段で、そして奥がフルブロック、そしてまあ何かいらないブロックをここに置いて階段みたいな感じですね。なのでここにまあ一連がちょっともったいないので、まずはここにいらないブロックを置いていきましょう。まあ今ここにある現時点でいらないものをね、ガンガン使っていきましょう。ではあとは微調整していくだけなんですけど、やっぱりここの天井もですね、ところどころこのように石レンガに変えていかないと、この真ん中だけなんかね、その元の洞窟の感じが残っちゃってるのが嫌なので、こんな感じでところどころ開けていきましょう。それで石以外のところはもうしょうがないんで、こうやって壊してしまって置き換えるしかないですね。今回あまりこうやって木材を使わないタイプのね、ブランチマイニング場ですね。この壁もね、また同じように張り替えていきましょう。場所を生かした感じが出てます。まあ確かにそうだ、ここで取れる資材ですからね。出来上がりましたね。まあちょっとまだやらなきゃいけないことあるかな。まあここの階段とかこの辺りにも少し普通の石を混ぜてって終わりですかね。ではあとは細かい装飾作りをやっていく感じなんですが、まあ、ここにはこうやって柵を作ります。まあ、鉄格子じゃなくてチェーンを使いますね。これ前回のクレーンで余った分です。うん、いい感じの雰囲気ですね。こんな感じでところどころ横にも水を敷いて、この鉄のトラップドアで閉じていきます。これをまたね、ところどころやっていきたいんですが、ちょっと鉄のトラップドアがもったいないんで、結構大きめの間隔でやっていきたいですね。まあ、この入り口と、まあ、大体この下あたりって感じに行きましょうかね。そして次はここ1個開けて、この下に作りましょう。では次はこれを作っていきましょう。まあ、ブランチマイニングの行動なんですが、また、まあ、ケーポンクラフト流で、まあ、3マスを機にこう作っていくんですね。ですが、その間をですね、まあ、こんな感じで、チェーンで装飾をしていきます。まあ、一応、鉄専用のブランチマイニング場ということなので、まあ、鉄の資材をふんだんに使っていきましょう。まあ、鉄格子でもいい気がしたけどね。見た目は結構いいんじゃないですか。まあ、ちょっと牢獄感はあるけどね。まあ、これでいい感じになってきたんじゃないでしょうか。あとは真ん中に線路を通せば、まあ、これでブランチマイニング場、鉄の採掘場の完成ですね。じゃ、あとはもう完成まで、パッと飛ばしてしまいましょう。はい、では完成しました。鉄専用のブランチマイニング場ですね。まだ実際には使ってないんですが、まあ、これからここでブランチマイニングをして鉄を大量にゲットしていきましょう。あとは高さ的にですね、ラピスラズリとか石炭なんかも結構掘れると思うので、まあ、その辺も期待してね、今後もここを使っていくと思います。まあ、先ほどと比べて変わったところは特段ないんですが、まあ、天井のこういった部分もちゃんとこうやって石をね、織り混ぜてみたりとか、まあその程度ですかね。線路に関しては一応敷いたんですけれども、まあ、とりあえずこの滝のところでストップしています。まあ、現状使わないんでね、いずれはちゃんとこの線路を飛び出して、まあ、どこかでアイテム回収できるようなものを作っていければなと思います。これで高さマイナス54とプラス16のところにブランチマイニング場ができましたので、まあ、鉄ダイヤ、レッドストーン、まあ、そのあたりの必要な資材はこのブランチマイニング場で取れるようになりましたので、必要最低限の、まあ、行動は揃っていきました。まあ、今後はラピスラズリの高さ、まあ、Y0 とか、あとは金の高さのマイナス16、まあ、このあたりでもブランチマイニング場を作っていければいいと思いますが、まあ、それはまた必要になったらという形にしましょう。なのでこの採掘場はある程度現状必要なものは揃ったので、まあ、シチリアの資材を貯めるためにまた別の拠点にね、次の動画から行きたいと思います。まだまだね、他にいろいろ貯めるものがありすぎて、シチリアに戻るのはいつになるやらという感じですが、とりあえず前回からの変更点としては、まあ、ここにね、このようにトロッコの終着点を作りました。なのでここから下っていけば、また一番下のね、一番最初のブランチマイニング場のところに出てくると思います。他にもこうやってね、周りをこのように木で囲ったりとかして、まあ、少しこの辺の様子を変えてます。あと他にもこの辺を荷物でいっぱいにしたりとかしたいんですが、まあ、ちょっとこの辺りをね、片付けてからじゃないと何とも言えないので、だいぶ先にやる作業になっちゃいますかね。前回の動画で下りも見たいということなので、
まあ、ここにトロッコを置いてね、ちょっと下りをやっていきたいと思うんですが、まあ、今回の本編の動画とは関係ない部分になりますので、それはポンズチャンネルの方にね、まあ、トロッコの全面展望動画ということで上げていきたいと思いますので、まあ、そちらをどうぞご覧ください。では次回からは露天掘りとはまた違う土地に行きましょう。